外投資家がね、日本株を8000億円相当売ってるからね、だいたい2週、3週で 1.5 兆円ぐらい売ってるから、現物は。で、高配当銘柄なのかどうかっていうと、そこまででもない。3.5% ぐらいだったから、まあ、0.5 を買わなくてもいい。ファンが上がったらソフトバングループ上がりやすいですね。こんな感じで。トレンドしてるので、まあ、簡単ですよね。ファンが上がったらソフトバングループ上がると。昔のアリオラとソフトバングループと一緒ですよ。1日夜の10時っすね。ライブやりましょうか。で、日経平均1200円休診。ありがとうって形なんだけど、今先物下げてるんですよ。もう日本株上がれっていうね、タイトルで、ちょっとライブ配信やっていこうかなっていうふうに思うんだけども、で、ドル円がまたね、円高方向に進んでて、今142円割るか割らないかってところで動いている。ただし、ビックス指数の MACD がデッドクロス組みそうになってるので、今晩の米国株の動き方したいっすよね。まあ、そこあたりもひっくるめて注意事項、明日のやつあるので、ライブやっていきましょう。このチャンネルは、詳細に直接許可、公認をいただいて運営しています。テロップや中間解説でこのチャンネル独自の付加価値も提供しながら、翔さんのファンコミュニティとしても成り立っています。皆様のトレードのお役に立てれば幸いです。よろしくお願いします。どうにか上げてくれてね、ポン吉さんね。そうなんですよ。今日経平均先物下げてるの。はい。日経平均先物560円下落です。ただし、もうね、先物ね、折り込んでるよ。うん。何よ？はい、配当落ち後の下落分をですね。はい。日経 CFD は 36,455 円なんですよね。で、日経平均先物に関しては 36,280 円。はい。少しね、先物と CFD が乖離してると思うんだけど、これに関しては若干ね、配当落ち後の下落分の数値が上乗せされてるのかなっていう形かな。で、明日の注意事項に関しては、より板ですね。はい。より付け前の板の気配は当てにならないので、それ見て売買しないように、バグってるんでね、ストップだかストップやつ平気でしてるから、いろんな銘柄が。なので、それ見て発注しない。よって値段がついてから、売り買い注文を出すように、皆さん注意しとってください。メジャーエース九州だからね、明日は。うん。先物がバグるので。何？先物トレンド先取りかって。うん、そう。配当落ち後の下落分がもう入ってるね。CFD と、日経先物で200円ぐらい乖離してるからさ。うん。だからそれ分落ちるってことですよ。配当落ち後に。で、夕方の配信でね、みんなに話してる通りなんだけども、もし上がったとしても、PR16 倍あたり、ちょっと注意かな。ちょうどここあたりまで上がって、配当落ち後また下がっていくっていう経路を少し想定しつつやっていく。で、半導体株がね、どこまで戻ってくるかでもね、バンドークは若干終了した形で動いてるじゃないですか。アメリカすごかったよね。NVIDIA 8% 急騰で、ARM とか 10% 上がってるんでしょ。で、それを受けてからソフトバンクグループ今日、バチーンって 7、8% 上がってるじゃないですか。で、ハイテク系も、レーザー、ディスコ。まあ、一旦バンドオーク終了後の動きで、ボリバーの中央線25日ラインぐらいまでの軌道修正入りそうなのかなっていう動きしてきてるし、東京エレクトロも自立反発入ってきてるからね。もうちょっとは、半導体がね、上がってきてくれないとなかなか難しいよね、日経平均高値更新っていうのは。明日は CFD の方を見るといいんですよねって、そうですね、CFD の方を見とってください。278円安だと思います。日経先物は今、540円ぐらい下がってると思うので、なので、250円分ぐらいね、乖離してると思うんですよ。うん。配当事故って、だいたい250円円ぐらいの下落圧力が入るんだけど、今ちょうどそれと同じぐらいですよね。日経 CFD が301円安で、日経先物が今560円ぐらい下がってるから、差し引き250円じゃないですか。それが配当落ち後にその下落圧力が入ってくるってことです。はい。先物が先取りで動いてより大きく下がってるって形ですね。 CFD の動き見ててください。なので明日36,500円ぐらいで寄り付く予定です、今のところは。はい。半導体でも寄り点ありましたねって。でも寄り点っていうか上がってるからね、半導体。寄り点っていうよりも、上がったから戻り売りが出てるけど、結局最終結構プラスっすよ。平均で 3,4% くらい上がってんじゃないの？寄り点っていうのじゃないかったと思うよ。まあ、寄り付きで手出した人はね、含み損になってるのかもしんないけど。はい。明日はどんな動きになるんですかねって。明日はでも金曜日だから、ポジション調整でって、そこまで極端に動くのかな。でも、ビックス指数がまだ高いからね。ビックスが今 17.6 なんですよ。あと少しやれ。ビックスのマックディデッドクロス形成してきたら、日経平均そこからもう一段高してくる可能性が高まるし、米国株も上がってくる可能性が高まるので、まあ、騙しじゃないかどうかって見極めないといけないけど、期待したいところだよね。ただ、不確定要素はドル円。円高いっちゃってるのが何とも言えへん、本当に。はい。
騙しには注意って、これのね、騙しには注意ですね。はい。おっしゃる通りですね。で、日経平均こんな形、今。RSI の下値ラインね、重要しね。で、空売り比率今日何倍なんだろう。ショートカバーで結構入ってるでしょ、当然。そうだね、41.6% まで、41.6 まで下がってるので、昨日と比べると空売り比率が7ポイント低下してるんですよ。ということは、今日のこの上昇に関してはショートカバー。あとは、騰落レシオの短期の分が売られすぎ、相当売られすぎの水準まで下がってたんで、そこの売られすぎの修正で、ダブルでこう効いて上がってきた半導体株も昨晩強かったからっていう状況ですよね。はい。半導体セクター、ほとんど陰線だった完全回復まで、もうしばらく時間が必要って。うん。完全回復まではね、昨日でも、NVIDIA であったり、ARM とかがさ、あんだけ上がったってのは結構久しぶりだからさ、この流れ続いてほしいですよね。うん。はい。で、その他のところも見るんだけども、ん？海外相当売ってますねって、そうなんですよ。海外投資家がね、日本株をキャッシュで8000億円相当売ってるからね。詳しくは夕方の配信、今日の18時に動画が公開しているので、そこ見てもらったらわかると思うんですけど、相当売ってるよ。海外勢は。相当売ってる。ということはあれ見ないといけない。ドル建ての日経平均ね。ドル建ての日経平均。9月の6日の週に相当売ってるからね。で、200日ラインと、ここのラインが重要だよっていうのは、今日の夕方でも話してるんですよ。はい。8000億の売りってえぐいって、だいたい2週、3週で 1.5 兆円ぐらい売ってる感じかな、現物を。はい。売ってる感じかな。なかなかあれだよね。海外が入ってきた時の上げは勢いが違いますよねって。違うね。海外が入ってきたらね。でも、証券事故が買ってくる可能性っていうのは結構やっぱしまだ低くて、空売りがマーケット全体ないからね。6000億円ぐらいしか入ってないから、証券事故買ってくる可能性は低いわけでしょ。で、海外勢も、海外勢で、どうなんだろうねって感じだよね。海外売り個人買いって、そうだね、森本さんね。海外売り個人買いだね。そういった手口が入ってるね。そういった手口が入ってる。イノケさん、MA さんの AD、俺、最近これ結構分析してるんだけど、なんか変わってんの？3300円で300を保有したら踏み損です。分析お願いしますって。配当月の動きじゃないよね。ヘッド&ショルダーっぽいけど、マックディデッドクロス形成、RSI の上値ラインと下値ラインのこの三角持ち合いの上抜け下抜け見てからやるんだったらやるかなって感じかな。でも、これ残り、配当落ちまで、このまんま横横で動くんならば、下の方にストーンと落ちてくるから、そこ注意ね。要はその、通常だったら、ね、配当取りに向かって上がってきやすい銘柄なわけじゃないですか。ここあたりの西方損保とか高配当銘柄とかっていうのは、それなのに、今動きが鈍いわけでしょ。で、このまんま横横の状態で、配当落ちってなってくると、その後200日ラインまでこう、スンって下がったりとかする可能性あるから、バンドを発展してね。今、バンドの幅狭いからね。はい。西方損保やってないからな、今。三角持ち合い見てからです。これ、お決まりですね。三角持ち合い最終到着点が9月の24日なんですよ。ここの上抜け、下抜けを見てから買います。僕だったら。はい。僕だったら。最終到着点近いんでね。で、そんなに値幅もないわけじゃないですか。で、この銘柄安いか高いかで言うと、高いからね。バーンって一気に上がってんだから。別に少し下がったぐらいじゃ、4000から下がってるけど、そこまで安いっていう感覚ないんだよね。だから見てない、やってないんだけど。高配当銘柄の配当落ちでの買い増し狙ってますね。そうっすね。配当落ち後の、落ち後に結構下がってきたら、その安いところまた拾いに行きたいですよね。おっしゃる通りですね。はい。AM さん、MA さんの AD は信用 21.21 倍ですね。需給が悪い。需給が悪かったら重たいからね、上値がね。で、配当落ち後に、いつも以上に下落が、もし横横で動いてきたら、入ってくるかもしんないっていう風に考えないといけないし、まあ、なかなか難しい状況だよね。目先いろいろと、需給が悪いから全部よ。もう信用買いがね、大量に入りすぎてから、配当落ち後がちょっとあれですわ。943に NTT が重いのは政府がいつ買う、売るかわからないからでしょうかって、需給が重たいからです。悪いからです。ただ単に需給が悪いからです。需給です。需給見てください。全部需給に詰まってます。答えは。NTT 下げですね。はい。需給が悪いんですよ。そもそものところ。今、信用倍率なんぼなんだろ、これ。ちょっと待って。確認します。髪切りたい。長くなってきた。また髪切り行こうかな。なんかすぐ髪伸びる。ちょっと待ってね。9432の需給でしょ？まあ、高配当銘柄でも別ないからね。配当利回り 3% ぐらいだから。PR11.4、PBR が 1.26 倍、配当利回り 3.46%、需給は 35.12 倍ですね。減ってはいるけれども、やっぱしまだ多い。かつ、貸借倍率が1428倍で非常に高いので、回転効いてないんですよ、そもそものところ。で、高値からの半年期日なんじゃないんですか、もうそろそろ。10月1日ってある。
るよ。ここなんかライン引いてるよ。なんだろこれ。だから3月27日の急落前の高値の半年聞いてたんですよね、今ね。そういったところで、投げ売りとか出てるんじゃないんですか。うん。高値から半年ね。信用取引で買った人たちは半年後には売らないといけないので、3月27日に買ってるんやったら、その半年後だから、9月の27日だね。ごめん。ここあたり。ちょうど配当落ちぐらいかな。そこまでには売らないといけないんですよ。で、これめちゃめちゃ買ってる人多かったから、信用取引で。だから、最終、もう、記事だからってところで売りの手が入ってるんじゃないかなっていうふうに思います。うん。MIM さん、何においても需給は大切なんですね。で、全部需給ですよ、日本株は。日本株で、売れてる人で、需給をしっかりと認識してないっていうか、理解できてないってところは、かなりの、やっぱし、なんていうのかな、ハンデだからね。うん。はい。てか、需給理解してないのに、日本株なんて触れられないよ、なんとなくで。もう全部需給で、やっぱし、完結できるからね。なんで上がんないの、この銘柄だけ。需給が悪いからです。こんだけですね。チャート見ただけでこんな需給が軽いなっていうのが最近なんとなくわかるようになってきたって。まあね、なんとなくね、回転効いてるやつはね、需給悪くても上がってるからね。はい。私信用だけど無期限で買ってまーすって。まあ、当倍ぐらいだったら無期限でもいいんじゃないですか？はい。ん？ NTT は長く持っていても D ポイント優待もらえなくなりましたが、安定銘柄なので継続ホールドですって。そうですね。NTT はね、もう長期ですね。これに関しては。はい。目先短期的にやる銘柄ではありません。特に今のこの需給、かなり重たいので、そもそものところ回転効いてないわけじゃないですか。で、高配当銘柄なのかどうかっていうと、そこまででもない。3.5% ぐらいなんだから、今なんてもう 4% 以上が当たり前だからね、配当利回りなんて。その中で 3.5% しか配当ないでしょ。別に高配当銘柄でも何でもないんですよ。普通なんですよ。なので、まあ、あえてここを買わなくてもいい、他のところっていう考え方もあるよね。うん。そんな感じです。はい。NTT を制度信用で買うとか意味わからんしって。うん。意味がわからん。俺だったら絶対せえへん。はい。そんなやつ。現物で買うよ、こんなの。てか、信用取引で買うもんじゃねえもん。この銘柄。はい。ん ?1237 円。今ぐらいだね。200株。下がったら買い増し予定です。配当付けはないので、優先度が低いですが、信用売りが増えており、ショートカバーを狙って購入しましたが、分析お願いしますと。空売りが増えて、ショートカバー入りそうだと思ってるんですが、どうでしょうと。7272。ショートカバー？空売り急増してるのか。何この急、急反発。空売り残が急上昇してるね。え、何これ？ようかなんか。なんかニュース出てたっけな。いいよじゃん。うん。1248円でしょ？そこで買ってるってことですね。やったら、少し様子見て、そこあたりで買ってるんやったら、少し様子見てでいいと思います。はい。ただ、目先注意しなくちゃいけないのは、200日移動平均線、このピンクのラインと、75日100日移動平均線の距離感が少しずつ近づいてきてるんですよね。もしこれ上がってきた場合、75日と200日水色とピンクのラインがデッドクロス組んだタイミングで一旦頭取って下がってくる可能性もあるから、そこは注意しながらですね。はい。売り出しかなって。そうだね、売り出しだね。売り出しあったからこんな感じになってるんだね。うん。企業出てる銘柄って空売り算急増しやすいんですよ。急増するんですよ、結構。うん。なのでそういったもんだと思ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。それ見てショートカバー狙ってっていうことやったら、ちょっと趣旨が違うので、うん。まあ、とりあえず75日と200日のデッドクロス形成を見てやっていくって感じかな。需給の考え方をね、もうちょっと詰めていったらいいのかもしれないね。はい。っていう感じです。ヤマハ発動機に関しては、うん。まあバンドの幅が狭いので、しばらくレンジ内での動きになるかもしれないね。ここのボリンジャーバンドのプラス2シグマとマイナス2シグマの範囲内で出る動き。ボリンジャーバンドの上のこの青のラインと下の青のラインが拡大してるじゃないですか。範囲がね、こうバーンって。で、それが縮小したでしょ。で、その後って、トンネルの動きをしやすいんですよ。バンドのトンネルの中での値、ね、動きをしばらくレンジで動くんだけど、そう考えるならば、だいたい1200から1300の100円レンジ。そこでの動きをしばらく、そこの中での動きをしばらく形成した後に上下行くっていう考え方、動き方になるのかなっていう、そういった形ですね。はい。これ、ショートカバー狙っていくっていうんやったら、ちょっと話は違うね。意味があるからね。この空売り急増に関しては。あとは RSI の上値ラインはちょっと抜けてるので、まあ、そこを見ても少し見たいね。あと少し見ようかって感じ。あと2分で米国株オープンだね。そうだね、ニコさんね。今晩、米国株上げてくれへんかな、半導体株。ね、俺も米国株、含み益、マシマシにまたなってきてんで。はい。嬉しいですね。で、S&P500 も小幅安、ナスダックは小幅高、もう小動きだね。小動き、小動き。うん。で、ビッグスイスは 17.7 に低下ね。マックディデッドクロス形成するならば、その後上がりやすいので、これ多分来週の動きになると思う。で、来週はね、メジャーS級週なんですよね、アメリカ。
リカのね、まあ、メジャー S 九州が来週控えてるよって中で、セクター別の騰落率で見ると、GV 倍率は上昇下落？上昇だね。グロース株有利ですね、アメリカ株は。今日はビックスデッドクロスまで来そうですねって、まだ組んでないからね、終わりでベースでビックスとマックDデッドクロス組んでくると、ちょっと熱くなる可能性があるんですよ。情報通信が小幅に下落だね。ここ三角持ち合いだもんね。ここの上値のラインと下値のラインの三角持ち合いの最終到着点が10月の7日ぐらいか。こう上下どっちにブレるかってとこだね。で、不動産セクターも小幅に反落だけど、上がってるのがコミュニケーションサービスセクター、割っちゃいけないラインを、まあ、死守してなんとか上の方に切り返してる感じか。で、マテリアル、エネルギーセクターが若干上がってるけど、下落方向にまだバンドークって感じかな。はい。今、日経平均先物が500円下げてると思うんですけど、これを見て、明日日経500円も下がるのかって思った人、挙手お願いします。日経平均先物500円下がってますけど、これは無視です。はい。CFD 見てください。日経 CFD 今 36,597 円です。これが明日の寄り付き後の値動きになる予想です。予定です。ここぐらいになります。日経 CFD は253円下がってるんですよ、今。253円下がってるんですよ。で、日経平均先物はその倍の500円下がってるんですよ。なんでかっていうと、昨日も言ったやつよね。今日の夕方配信見た人もわかると思うんだけど、配当落ち後の下落分がすでに先物に織り込まれて、その分下がってます。CFD よりも。配当落ち後に日経平均大体250円下がるよっていう風に言ってるじゃないですか。配当落ち後に日経平均は250円分の下落圧力が入るんだけど、その下落圧力がもう日経先物に織り込まれてるんですよ。だから CFD よりも250円さらに下がってるの。はい。なので明日別に日経平均先物は日経平均は500円下がるってわけじゃありません。今の段階で言うと231円下がります。なので 36,600 円ぐらいでCFD を見ると明日寄り付くのかなっていうのが今現状の要はその予想なんですよね。なので皆さんCFD 見てくださいね。今週末まではそうよ。今週というか今月末までは配当落ちまでは日経 CFD の動き見るね。日経先物見てちゃダメよ。もう見当違いだから。はい。先物の下落分織り込まれてるんだから、そっち見たら正しい翌日の要はその日経平均いくらで寄り付くんかなっていう予想は立てれないので、はい、必ず CFD 日経 CFD 先物日経 CFD の値動きを見てから判断してください。で、明日は S 九州なんで、より前の板の気配はもうおかしくなります。バグります。ストップ安とかストップ高気配のやつとか結構出てくると思うんですよ、主力値が下がるで。それ見て飽きないしないように、これも明日の注意点だね。この2つは皆さん今押さえてて、とりあえずは今日入ってきたからね、この先物の変化は。はい、もう織り込まれてるので、配当落ち後の下落分をですね、もしこれ知らなかったよって人がいたらチャンネル登録よろしくお願いします。もうだいぶ言ってんだけどね、ずっとね。でもね、ここあたりね、知らない人って結構いるんですよね。要はなんかの記事見て、配当落ち後に250円分の下落圧力が入るんだ、みたいな感じのことを、知って、なんていうかな、知ったりとかする人が大半で、先物と CFD の差からもう織り込まれてるっていうところまで知ってる人って結構少ないんですよ。証券マンでもそんな、そこまで知ってる人っておらへんで。はい、おらへんで。教えてくれへんから。なので、皆さん必ずそこは知っててね、教えてくれへんからね、こんなところで。大体株犬さん、メジャー S 九州の日超大型株でも寄り付き前はストップ安になりますよね。ファーストリーとかなったよね。初めて見た時はめっちゃ驚きましたって。そう S 九州特有の動きなので、明日は寄ってから注文、値段を見てから注文する、出すって感じですね。はい、そんな感じです。 K5NK さん、夕方配信で言っておられましたねって。そうですね、大体いつも言ってるんですよ、これぐらいの時期になったら。これぐらいの要はその時期になったら言ってるんですけど、これね、メジャー九州ぐらいで先物に織り込まれてくるんですよね、この動きっていうのは。高値から落ちてきた9000円で300株押し目買いしました。分析よろしくお願いします。高値から落ちてきた9000円で買ってみた。まだ上昇すると思ってるってこと。今若干含み益 2% ぐらい、 2,3% ぐらい含み益だからね、一応ね。25日とかボリバンのラインに沿って上がってるからさ、ここちょっとこの動きはさらに続いてくるかどうかなんだけど、ここ近いっすよね。8022でしょ。PR 15.8、PBR 1.6 倍、配当利回り 1.29%、 時給はいいですね。はい、悪くないので、値動きは軽いとは思います。まあ、とりあえず頑張ってみてって感じです。これは不要な形なんで、僕がやるにしてもなんか起こりがあるわけじゃないんでね。 MACD デッドクロス形成、 RSI 切り上がって、まあ RSI
際の下値ライン、ここあたりちょっと割ったらもう一発下来るかなぐらいでちょっと見とくんだけど、まあこれもあんまりはっきり言って当てになんない。まあ、ボリバーの調整25日ラインボトボトって上がってほしいねっていう感じかな。はい。もう上がってるからね。高値から1000落ちただけでしょ。ごめん、俺は買えんので。なんとも言えへん。俺は買えんので。相当、ここから見ても結構上がってますけど。よう、まあ、短期だと思うので、まあ、ちょっと頑張ってそこや、回転聞かせてみてくださいぐらいしか言えけん。まあ、こことここのライン上がってきたらね。うん。200日との乖離率はなんぼなんですか？この銘柄は。55%200 日から乖離して下がってから、まあ、下がってるので、40% ぐらいか。今の乖離率が。そうだよね。上がってるけどね。60% ぐらいでしょ。で、上まで、上 10%、20% ぐらいかなって感じだよね。200日からの過去の乖離率を見ると。って感じですわ。はい。向上心さん、リエット。あ、皆さんこんばんは。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いしますね。順張りってそうだね。まあ、需給は悪くないんでね。うん、別にその信用買いが極端に入ってるわけでもないし、空売りの方が今若干多めで動いてるから、でもそんなにその、信用で買われてる銘柄ではないので、踏み上げとかっていう、そういったやつじゃないとは思うんだよね。はい。何？私のスパイクとかはアシックスかミズノなんだよなーって。あー、僕はどこだろう？ジムウェアとか、普通に私服着てる。なくなったやつ。ジムウェアでね、いいのないんだよね。うん。意外と自家層が小さいんだよなーって。この銘柄がってこと？2464億で、まあそこまで小さいよってわけでもないけどね。はい。NVIDIA であったりとか、ガーファムはどこあたりなんだろうね、今。Amazon が小幅高か、Amazon、バンドオックっぽくなってきたね。抵抗ライン、ミッシュライン抜けてきてるんですよ。5日と50日とゴールデンクロスケースも近いんで、スルスルスルって上がってってほしいね。で、メタも 1.27% 上昇でしょ？スカイランスはメンバー入りすると寝不足になりますって間違いないですね。でもその分、その、知識が増えるので、知的財産増し増しでいいと思うんですけどね。はい。あ、アップル、コハ 1% 下落。アルファベット 1.64% 上昇で、マイクロソフトが、0.5% 下落って感じか。はい。アマゾン昨日入らなかったから今日入れたって。入れた？入れられなかったからね。どういうこと？どういうこと？買ったってこと？うん。スクエニ、スペシャルスティックさん。スクエニとかあそこあたり少し様子見いいんじゃないの？よくない動き。はい。この前もなんか話したと思うけど。うん。はい。威嚇するか迷ってる。迷ってんやったらもう売っちゃえばいいのに、パって。まあ、もう少し様子見るけどね。うん。迷うぐらいあったら僕売っちゃうんですけど、いつも。まあ、一部威嚇が正しいんですけどね。で、残り100株なわけでしょ？スライスしてから。50日と100日とゴールデンクロス形成後の動き見てからでもいいんじゃないですか？この青のラインと黄色、100日か。50日と100日移動平均線のゴールデンクロス形成が目線が見えてるので、その動き見てから利益確定売りするかどうか考えてみたら、で、4600円で買えてるやもう放置でもいいけどね。残り100株でしょ。まあ、オン株かどうかわかんないんですけど、オン株だったらそのままほったらかしてでもいいだろうし、はい、そんな感じですけどね。ヒロキおばさん、アステラス4503、後輩子がね、今月末までは結構しっかりめに動くんじゃないですか。分析お願いします。今日よりで 1788.5 円で300株出しましました。遅いっすね、少し。信用買いも48万と続いているのでいいかなと思って入りました。いかがでしょうかって。今月配当の銘柄なんですよ。押してるなら、今回の日経平均の下落で押してるならまだしも、底堅いんですよね。はい。配当落ち後かな、カウントしたら。僕が。上がるかもしんないけどね。配当落ち後に買うかなって感じです。高配当銘柄だから、この銘柄。4% 以上あるでしょ、配当。取り回りが今月配当の銘柄をギリギリで買うことは僕はしないので、4503、いや、ワンチャン今の急落で下がってるんやったら、まあ、検討の余地はあるけど、そこまで下がってるわけじゃないじゃないですか。基本的にはその前の月に買うからね。だから9月配当の銘柄だったら僕は8月に買うんですよ。3月配当ならば2月に買うんですよ。安いところ拾いに行くんですよ。これ基本セオリーでやってるところだし、みんなにも言うてるところなんだけど、今月高配当の銘柄を今月あと残り2週間ぐらいで配当落ちってところで買うことはないっすね。うん、よほど下げてるんやったら検討するけど、別に下げてもないし、まあ、力強いけどね。日経平均下げてるんで下げてないからさ。今配当利回り 4.13% です。ちなみに需給もいいです。はい。信用買いがどん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 減ってってるので、そこで日経この銘柄は上げてきてるって感じですね。はい、上げてきてるって感じですね。知らない間にこんなに上がってたのかって、うん。だから医薬品関連とか強いって言ってたじゃん。随分前から。どん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 上がってってるよ、そこから。
全体的に医薬品関連銘柄とか。いつから言い始めてたっけな、もう1ヶ月以上前から、もっと前から多分言ってたと思うんですけど、医薬品関連最近強いよって。で200日超えてそこからまたさらに上がってってるからね。うん、でも今から買うっていうよりも配当落ち後に下げたら買うっていうところでやるかな。まあ上がってきてくれたら同じだけど。でも今日日経平均1200円上がってるのに上がってないからあれだった。はい、アステラスは下げに行く、下げに強くてなかなか下がってこないんですよね。買い場が来なかった。でも1820円ぐらいになると急に下がるって。もう、はい、もうフィボナッチとかも意識されてる。反値戻しラインだもんね、高値安値の。そういったところもあるのかもしんないね。あとはここあたりで買ってる人たちが売ってるとか、胴値に戻ったんで一旦撤退みたいな感じで配当落ち前にみたいな、そういったのも入ってるのかもしれない、もしかすると。アメリさん、私はアステラスよりも日本製鉄でいいと思う。確かに製薬は円高銘柄だから強いけど、配当落ち後に買いたいなって。ちょっと強いからね最近ね。うん、強いからね。で日本製鉄も弱いっすよね最近ね。資源が下がってるから、資源価格が。はい、利益率は中外製薬なんだよなーって。あー、中外って配当利回りなんぼやったっけ。アステラスとか分析してくださいっていうのは結構あるからやるんですけど、中外分析してくださいっていう人少ないっすよね。最近見てないから見よっか。中外の銘柄コードって何番？ 4501 とか2とか3とかそんな感じ。4501何やったっけ。あら、4502は武田でしょ。4504 5、あれ違う、6 7、じゃあ8、もういや。4519、ありがとう。4519、中外ね。あー、50日ラインが重要そうな感じの動きか。50日と5日のデッドクロス形成が入ったらもうちょい下行くのかもしんないね。うん、ダイバージェンスも出てるんで、RSI の下値ラインを割ったらダメな感じがする。ここ最終防衛ラインでね。こことここの三角持ち合いで、日足の割れラインは切り上がってるのに、こんな形で、RSI の上値ラインは切り下がってるんですよ。で、MACD の上値ラインもちょっと切り下がって、力勝になるかな。ということはトレンドラインが若干弱含んでます。ダイバージェンスだね。その段階で RSI の下値ライン割れっていうのが結構ダメなんだけど、あとは壁ドン、一目の壁が目の前に存在しているので、壁ドン番号は一旦下がって上がって、ボリバーの中央線25日ラインで頭取って下がって、一目の壁にぶつかって下の方にスルスルスルって下がるパターンにならないかどうかっていうのを見ていく、いつものパターンですね。はい、いつものパターンですね。でもしこのパターンになるとするならば、ヘッド&ショルダーも見えているので、ここの安値ラインはちょっと割っちゃいけないラインだよねっていうのがなんとなく分かってくるって感じかな。はい、なになに、鉄弱いですね、今日は JFE 反応薄かったですって。資源が下がってますからね。うん、原油価格も今何ドルだ、68ドルでしょ。バンドック日柄調整で一旦ね、下げ止まりつつはあるんですよ。このまんまね、日柄調整さらに進んで下の青のラインから日足が剥がれ落ちて、パラボリックと MACD が上昇トレンドを形成するなら、一旦ボリバーの中央線25日までの戻し、資源価格が戻ってくるねって形で動いてきやすくなるかな。で、その時に重要になってくるのが、ここのライン。見えてるんで、しっかりと。はい。RSI の上値ライン抜けってところが重要、一つのポイントになってくるとは思うよ。はい。こんな感じです。第一生命、ハルキューさんのやつ、8750。はいはいはい、はい。8750見ましょうか。600株、9月9日に下げてきたので、反発を期待して買ったのですが、うん、今手出さないですね。さらに下がってしまいました。後輩、配当まで動かず持つか、難品するか、それとも、損切りするか悩んでます。分析をお願いします。損切りは自己責任、自己判断でやってほしいんですけど、この銘柄今買うかどうかっていうと買わないっすね。5日と200日となんかデッドクロス形成が見えてるので、買うんだったら配当落ち後を狙います。ワンチャン弱いっすよね、ここもね。下落方向に若干バンド中で、水色のこの5日移動平均線と200日のデッドクロス形成が見え隠れしてて、今日日経平均1200円上がってるんで、そこまで上がってない感じでしょ。ちょっと上値重たいっすよね、セアホ損保全体的に。はい、まあ、だからやってないっすけどね。で今何本で買ってるんですか、これ。3794円、3700円で買ったと。ということはここで買ったってことか。はい、合言葉、みんな教えたい言葉。僕はちなみに、もしそこで買ったんやったら、買わないかもしれない。3 days。そうだね、急落は3日待てですね。窓を開けて下がったわけでしょ？ここでポーンって、下の方に。こうか。9月9日、月曜日にパーンって下がったわけでしょ？急落は3日待てですね。1日2日、3日目、4日目に自律反発が入るかどうかっていうのを確認します。それを、やっぱし覚えてなかったっていうのが最大の要因、今含み損になってる要因だと思います。寝頃感から買ってしまったからですよね。安くなったから、とりあえず買ってみようっていうところで。これうちのチャンネルでは言ってることなので必ず覚えておいてください。急落は3日待てですね。翌日急落してすぐに反転する確率と、翌日も連続して同じ動きになる確率、どっちが高いかっていうと後者です。連続して同じ動きになりやすいです。だから今回もさ、ほら日経平均が暴落した時に急落は3日待てって X でコメントしたわけじゃないですか。投げ売られてる銘柄いっぱいあるなーって、急落は3日待てってコメントしたでしょ。はい。手出しあかんよ、3日待とうっていう風にみんなにアナウンスしてるんですよ、 X で。どこやったっけ、
そのチャット。え、急落したのいつだったっけな。急落は3日までって言ってますよ。うん。そこはね、覚えておいてほしいところかな。あれ、どこいつだったっけ俺、投稿したの。急落は3日までやねって言ってるやつ。これね、行った行ってないっていうやつがね、しょうもないやつがおるので、ね、出してるんですけど、あった。お？ほら、ここ。ほらほら。投げられてるどこかな。急落は3日までって言ってるから。急落は3日までです。同じ方向に動く確率の方が高いです。だから、今回も日経平均連続して、3日4日下がったわけじゃないですか。で、今日やっとこう、バーンって上がってるんだけど、月曜日一瞬間パンって上がってから、今日もバーンって上がってるんだけどさ。うん。そこを皆さん覚えとってください。で、これ、急落3日目、4日目経っても上がってないどころか、バンドークっぽい動きしてるわけじゃないですか。配当月は近いんで、一旦戻すかもしれないんだけど、ただ、その時点でバンドーク終了さえ見るなんですよ。僕の中では。下の青のラインから日足が剥がれ落ちるまで、基本的には、手出さない。で、かつ、やっぱし、今月末、配当取りな、だからね、若干戻すかもしれないけど、配当事後にもう一発下がってくるわけでしょ。その後段階で、200日を割り込んでくる可能性ってところも少し考えていかないといけないので、5日と200日のデッドクロス形成はダメそうだよね。直近200日と5日の、この水色のラインと200日のデッドクロス形成回避して戻しているから、ここは嫌ってるんですよ。なので、5日と200日がもし将来的に、デッドクロス組みだったら、この動きをしてくるなら、もうちょっと下の方に突っ込んでくるかもしれないってところを意識しながら、やるって感じかな。はい。そんな感じです。今これやるかやらないかで言うと、気持ち悪いので、別に安くもないので買わないです。高値から安いけど、長期で見た時に別に安いか高いかって言うと別に安くはないからね。んガブリンチョさん、上がったらソフトバンクグループ上がりますよ。うん。だって連動してるもん。アームとソフトバンクグループは2個一なんで。アームさっき下がってたでしょ、プラテンしてるの。うん。アームマイナスだよ。0.46% 今日下がってる。あ、でも少し戻してきてるのか。アームが上がったらソフトバンクグループ上がりやすいですね。はい。こんな感じで。ソフトバンクグループはピンクのチャートで、アームが冷やしなんで、もう連動してるので、まあ簡単っすよね。アームが上がったら、翌日ソフトバンクグループも上がると。んニコイチだってね。ニコイチ、ニコイチ。昔のアリババとソフトバンクグループと一緒ですよ。ニコイチなので。CFD に一回戻してきたねって。戻ってきた本当に。あとは深夜0時に向かって変な売り圧力入んないかだけを。お、ほんまや !123 円しか下がってないやん、今。ありがとう。ビックス指数は。ビックスの枠にデッドクロス形成すると、その後上がりやすくなるからね。今 17.6 ですわ。終わりねベースね。ビックスとマック D が、あと少しなんだよ。デッドクロス形成が。赤道来てほしいなぁ。上がってきてほしいなぁ。持ってるからなぁ。もうちょっと上がってほしい。長期のやつも買ってんだけどなぁ。って思いつつ見てます。はい。まあ、とりあえず、ビックス指数が下がってきてくれてるから嬉しいねっていうところですね。今 17.63 なんで、マック D デッドクロス形成したら、正気見えてくるからね。一旦目先の上昇入ってくる可能性高まるからね。うん。米国強い動きがあって、米国株、そうだね、ナスダックプラテンしてきたね。いい感じやね。三角持ち合いの上値ライン、ここね。このライン抜けてくると、ナスダックに関してはもう一段高が期待できる。うん。で、S&P500 も 0.21% 上昇で、ソックス指数も上げ。ソックス指数もこの三角持ち合い重要ね。あ、ソックス指数小幅ですか。でも水準切り上げてきてる。いい感じやね。明日も半導体株上がってくれへんかな。はい。ん？長期って見えるためにありますからね。あ、どういうこと？ポンキスター、正気って。半導体上がってって間違いないっすね。半導体マジで上がってほしい。本当に。ん？私のスクリーン頼むよ、上がってくれって。スクリーンは、今日 3.5% ぐらいだったっけ？上昇幅。3% ぐらいだったっけ？他の半導体株と比べると、上昇幅は限定的だったよね。アドバンテストとか結構バーンって上がってたりしてましたけど。うん。スクリーンがね、ちょっと物足りない動きはしてたね。でもなんか9000ぐらいが底堅そうな動きはしてたかな。前回8月5日も確か9000あたりをボトムに判定してて、今回も9000円までいかないけど、9000円弱っていうか9000強ぐらいか、9000前半ぐらいでボトム取ってダブルボトム形成してきてるから、あとはそのダブルボトムのネックラインのあそこの高値ライン抜けてきてくれたらこっちのもんだよね。はい。船ね、225で見てみようか。船は一番下の方に確か登録してると思うけど、朝鮮三井川崎線、いや高配当銘柄が上がってきてたりもするんだよね。上がったやつもあるんだけど、船弱いね。200日とのデッド、バンドオークだし、200日と50日のデッドクロス形成は見えてるし、ちょっときな臭いんだよな、動きが。うん。船な、前もだけど、配当前に下がるんだよなって。そうっすね。船って配当前に下がったりしますもんね。配当落ち、1週間ぐらい前からこう、バーンって下げ始めたりもするし、まあそんな感じですね。というわけで皆さん、ライブ配信、終わりましょうか。いい頃合いですわ。で、先物も100円しか下がってないの、あ、CFD ね。日経先物見ちゃダメね。CFD ね。下がってるの、しか、100円しか下がってないんで、朝起きてプラスになってるのを期待しとこう。で、明日の注意事項確認ね。
SQ なんで、より前の板の気配は参考になりません。より前の板の気配見て売買注文出さないように。寄った後の値段を見てから発注ね。売買の発注してください。で、あとはその、日経 CFD の値動きを見る。日経先物の値動きは今、当てになりません。はい。もう配当落ち後の下落分も織り込んで、余計に下がってるんでね。プラスアルファで下がってるので、これから月末までに見ていくものは、日経先物の値動きじゃなくて、日経 CFD の値動きを見て、皆さん明日いくらになるのかな、日経平均みたいな感じで見とってください。今日経先物400円下がってるからね、当てにならないんで、CFD が正しい値段です。よろしくお願いします。撤収。今日の動画は日経大幅高とメジャー SQ の注意点について、半導体株が買い戻され大幅上昇、米国ストックス指数も堅調上昇、日経平均先物が弱いですが配当落ち分を織り込んでるため、寄り付きに勘違いして狼狽売りしないように注意ですね。今日の動画が役に立てれば幸いです。